11です。もうここは余裕です。簡単です。これはもう、これはもう北井さんが出て新山選手が主導権を取りに行くんですけども、行きます。もう昨日も何もせず終わってしまって2日間だけなんで、うずうずしてます。絶対なんで、もう絶対逃げると思うんで、もうこれしかない、これだけです。もう本当に軍事の端からのこれかなと。あ、まあとはいえ北井くん残りもね、やっぱちょっとね、やっぱこの1号の2人はね、やっぱ結構結束力があるん でコメントを見る限りはやっぱちょっと今回北井さんが残れるような走りしますと軍事は言ってたんで、なのでもう最後だけちょっと刺しますと。もしかしたら後ろのね、岡山の重心も連れてきちゃうかなと。でもずっと、中段に狙っている近畿勢の入ってくるんじゃないかなと。2着まで本当頭までいいかなと思ったけど、さすがに無理だと。あ、じゃあ、まあ北日本はもう2着には入れないっていうことです。でもしワンチャンまくりになった時に、まくりになった時に慎太郎さんも連れてこれちゃうかなということで3着にしてます。一回ここ最近ね、この前のいわきもまくりになってたんで、このパターンもしかしたらあるかなと。渡辺幸典が最高9番手のレンズに関して、そろそろ出てこい、そろそろ出てこい、座礁だよ、座礁だよ。今のところ変化ありませんが、各ラインそれぞれ先頭選手は少し顔を切る作業になりました。各局間で金が入っていきます。さあ、この展開ですと自転車だけ、自転車だけ、新山選手の仕掛けありませんが、7番新山が猛然とスピードを上げてきました。さあ、北井幸が合わせて先行ですが、新山東平が叩いていきたいところ、しかし北井がペースを上げました。1番手の1人サイド取り切ります。ある全ですよ。いや、ありますよ。2社団なんか、いや、そりゃそうよ。展開と全然違うもん。あんな恭平くん、恭平くんバトルにならないと思わないもん。すみません、今3連単のノリだったんですけど、でもまあ、でも24倍、46だったら美味しかったね。ブルーレディ公式チャンネルプラス、シャー全プロ12です。もうここは犬伏からの番手発進で、もうヒロトです。7-1-2-1-2-3-5-8、はい、もうヒロト絶好調で、犬伏も調子いい、聞いております。ただもう絶好調なんで、もう後ろの松浦さんも連れてきての7-1で、あとは、深谷がその外伸びてきての7-2で、まあ、3着ちょっと広め。ただヒロト自分でも言ってます、ヒロトはあの番手まくりが苦手です。ほう、番手まくり非常に苦手なのと、もし寺崎が外へばりついちゃって、犬伏とずっとへばりついちゃった時に、もうヒロトも出るタイミングがない、出る場所がないっていう場合の深谷さん頭、この場合は2着松谷さんにします。257、はい、25135、まあ、ではまあでもヒロトもいい位置には入れると思うんで来るんじゃないかな、はい、あとは3着広めに、まあ、和田健だったりとかそこら辺を入れて、なら各2枚ずつ、これでもう当たりです。当てます、ご祝儀あげます。撮ってるね。でももう機械の音声は入ってから。よしついていかないね。寺崎買ってないの。え、残っちゃうよ。深さの場合、待ってろ。いや、これはもうちょっと寺崎はその戦い方云々というより何もしないんで、これはちょっと予想できないです。いや、だから寺崎、まあ自分で勝つレースしていいとは言われてるけど、確かにもっとね、やってほしかったけどね。勝つレースじゃないもん。脇本さんも。いや、ワッキーがさ、せっかく寺崎にさ、その自分が勝つレースしていいよって言ってんだからさ、
それであんな何もせず中断足食べて最後ちょっと行って3着なんてさ、それはさ、いらないじゃん。秋元さんもな。そう、いや福井同じ高校の後輩として